こんにちは、渡辺です。今回はソニーが発売している Bluetooth ワイヤレスイヤホンの HEARIN ワイヤレスということで、こちらですね、型番としては MDR-EX750BT ということで、 LDAC に対応している Bluetooth イヤホンということですね。LDAC っていうのは何かというと、 Bluetooth でもハイレゾに近い高音質が再現できるという特徴のある規格になっています。普通にイヤホンとして使うだけじゃなくて、ハンズフリーの通話にも使えると、マイクも搭載されています。なので、普通に外を歩いていたりですとか、走ったりするときに使うイヤホンとしてはかなり使いやすいものになっているんじゃないかと思います。で、今回私が購入したのはビリジアンブルーという色になっています。で、まだ開けてませんので、開封して実際に使っていこうと思います。はい、それでは開けていきます。これはおそらく選んだ色に合わせてこの箱の色も決まっているんだと思います。はい、一応中身がこういった形ですね。なかなか見ない色なんで結構かっこいいですね。こちらはイヤホン本体、こちらイヤーピースですね。で、イヤーピースも、同じビリジアンブルーの色になってます。こちらが、USB のケーブルですね。こっちが充電用のケーブルで、こちらが、イヤホンジャックと、こちら USB ですね。スマホに接続して、高音質で聞けるというものだと思います。こちらキャリングケースですね。色はすべてビリジアンブルーで統一されています。付属品は以上ですね。はい、ということで、今実際にこちらの HEARIN ワイヤレスで、音楽を聴いてみたんですけれども、音質かなりいいですね。正直、Bluetooth の、ワイヤレスイヤホンでここまでの音質を実現できるっていうのは、なかなかないかと思うぐらいの、音質になってます。私はこちら以前はですね、ビーツのパワービーツワイヤレス2というものを、Bluetooth イヤホンとして使っていたんですけれども、不慮の事故があって、このイヤーピース、一番ぴったり合ってたものをなくしてしまったので、今回こちらを購入したんですけれども、音質については、パッと聞いた感じだと、パワービーツワイヤレス2よりもちょっと上行ってるかなっていう感じるぐらいに、非常にクリアで、低音も高音もちょうどいい感じの聞きやすい音質になっていると思いました。価格帯としては28,555円というぐらいになってますので、Bluetooth イヤホンとしてはそこまで高すぎず安すぎずぐらいのレベルかと思います。パワービーツも同じぐらいの値段だったので、値段については特に不満はないですね。で、あと電池持ちはどのぐらいなのかというのはまだ実際、長時間使ってないのでわからないんですけれども、一応こちらの箱に書いてある内容からでは、充電時間が 2.5 時間で、連続音楽再生時間は 7.5 時間となっています。私が以前使っていたパワービーツワイヤレスは6時間ぐらいの連続再生だったので、それよりも少し伸びているというところが嬉しいですね。7.5 時間連続で聴けるということであれば、普通に1日外で出歩くことがあったとしても、途中で切れてしまうという心配はほぼないかと思います。あとはこちらのボリュームのボタンなんですけれども、こちらで曲を戻したりスキップしたりという使い方もできるので、耳にかけた状態でも慣れてしまえばすぐにここのボタンを指で触って飛ばしたり戻したりということもできますので、操作面も非常にやりやすいのではないかと思います。これ首にこれがあるんですけれども、つけていても全然不快に感じることもないですし、耳にこっちにつけていても線が絡まるとかそういうこともないので、あとつけてみた感じではかなりいいんじゃないかと感じています。で、もしこれから使っていく中で何か不満点ですとか、また今言ったことよりももっといいことがあった場合は、また動画にしてお知らせしたいと思います。とりあえず購入してみた第一印象としては、
まあ、かなり良さげな Bluetooth イヤホンになっているのではないかと思います。まあ、商品の紹介ページですとか、あと購入できるお店については、下記の概要欄の方に書いていきますので、まあ、興味のある方はチェックしてみてください。